もうメニューを開いちゃったの？後からちゃんと説明するつもりだったけど、どうしても今開きたい？せっかちさんね。でも今は、しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。それでもどうしてもどうしても開きたいって仕方がないわね。すごい砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに潜在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いカカシって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。巨大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男。何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため、二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前、王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒いとあれこそが、私たち、あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまう。物語を正しい姿に戻すため、もちろんあなたを。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。適正勢力を侵入。ないぞ。
賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。あなたの役割は、黒い敵によって歪められた記憶の、そして修復された武器を集め、さてこれからのこと大体イメージできたかしら。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。さてこれからのこと大体イメージできたかしら。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。まあ綺麗な場所でも、こんなに大きな建物一体どうやって作ったのかしら。兵士で時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。二つ目はここね。準備はいい？往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。
械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。彼女の前方に一人の賞金稼ぎが立ちふさぐ。荒い息遣い、ギラついた瞳。その賞金稼ぎは女を睨みつけ、有金を。立ちはだかる者は斬る。行くわ。勝負は一瞬で終わった。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐心だ。生中なもので探していた標的を求めて女は森へと向かった。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所、刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あ
あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえね。都会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探しているようだ。包帯に覆われた表情には心なしか陰りが見える。草木が揺れ、音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり、当然のように争いは起こった。無事に食物を手に入れた男は教会へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうとみじろぎしたが、弱り切った体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の病気にかかっていたのね。そんな体で荒野を旅するなんて。ともかくこれで
三つ目の記憶も修復できたわ。次の物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。行きましょう。行ったものの、ずいぶん高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんどは戦いに身を置く者たち。あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。覚悟はいいかしら？町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは、古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然機械兵が立ち上がる。よみがえった機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。戦う者を斬る。賞金稼ぎの女は倒した。
つて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき意識は薄れ、王国さえ滅んだが、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると静かに森を立ち去った。気柄を守り抜こうとした。この記憶で杖に残された彼らの物語もおしまいね。これで正しい物語がその杖に収められたわ。お疲れ。階段を上って、先はまだ長いわよ。